平成29年6月16日、阿蘇市内巻の市道内巻中央線で花の植栽が行われました。花の植栽を行ったのは、阿蘇市区長会内巻支部や老人会、阿蘇中央高等学校の農業食品科の生徒ら50人です。まず、阿蘇中央高等学校の先生から花の植栽の仕方について説明を聞き、市道内巻中央線の両側の花壇に立ち葵800株をはじめ、阿蘇中央高等学校で育てたひまわり100株、観葉植物のコリウス150株の苗を植えました。今回の花の植栽は、景観、環境意識の向上を目指すとともに、内巻温泉を訪れる観光客たちにも楽しんでもらおうと植えられたものです。この日植えられたひまわりとコリウスは7月下旬から9月にかけて、また立ち葵は6月から8月にかけて花が咲き、花が咲き終わると梅雨が明けるとも言われ、市民には癒しを、また観光客には目に楽しいおもてなしとなりそうです。